it a shake on the place. It a shake up the place. It a shake, it a shake, it a shake. Turn for the beer. みなさん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。Sのシャックです。みなさん、元気だといいな。今日ですね、ちょっと、起きたとき、ちょっとびっくりした。YouTube で、YouTube ビデオ見て、新しい米津玄師の、動画に見ました。ちょっとびっくりした。今早いね。早くの、朝です。でも、みんなのため、野球します。はい、この曲の前は、ポップソングって言います。で、プレイステーションのハッシュタグがあるから、何のこと何の曲かな、何の動画かな、で、はい、皆さん、一緒に見ましょうね。お願いします。ブーム。Kenshi さん。あ、それはゲーム？ゲーム？ゲーム？プレイステーション、ポップソング。Yonezu さんの動画が、いつもちょっと楽しいね。やばい。デフノート死ぬ画面みたいだね。すごいすごいすごい。カビすごいね。オレンジカビ。でも楽しそう曲。ああ、結局動画。ああ、やばい。おー、ヨネズさん。ヨネズか、スーパーマンですか。リューク、あ、デフノートの死に画面の前はリューク。ヨネズリュークさん、リュークになる。すげえ。ババ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 。ちょっと怖いね。みんな、怖いですね。この曲。ちょっとみんなレムの動画覚えてるの？それ動画もなんかちょっと変なシーンあったね。パン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 みなずさんの声がものすごく強いね。一番強いの曲。J-POP には。いつも、マイクル・ジャクソン、日本のマイクル・ジャクソンみたいなと思う。マジで。で、マイクル・ジャクソンに行った時、いつもマックの動画がめっちゃ面白かった。で、その理由はヨネズも米津の動画はもう面白いね。それで日本のマイクル・ジャクソンって言ってる。プレイステーションコントローラー。パン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 、ああ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 あ、プレイステーション面白かった。すごいすごい。
で、なんで、プレイステーション動画はなんで、ちょっと混乱する。で、ポップソングね、ポップソング。すごい。みんな、なんと思いますか？面白い曲ですよね。でも、動画もちょっと面白いけど、ちょっと変な。ちょっと変な。で、それは、米津スタイルね。米津の、動画スタイルと思います。はい。で、皆さん、何と思いますか？曲と、動画について、何と思いますか？コメントで書いてください。でも、LIKE ボタンを押して、コメントで書いて、登録してください。ちゃんと登録して。でも、俺はエースのシャックです。キムはプレイズです。見て、ありがとう。じゃあ。